予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あれは調査兵団か。私はチュートン兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここはチュートン兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは、巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって巨人を引きつけましょう。その間に本体を離脱させるんです。行く。野球まで走っている彼はいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。救援要請、無視はできねえ。行く。おとなしくしてろ。行く。岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで、強敵になる。俺の敵じゃない、まとめて相手してる。俺の敵じゃない。助かる。続け。私も行きます。ヘラするなよ。私も行きます。ヘラするなよ。私も行きます。どうして負けた。止めて相手してい。く。
とめて相手して。調査兵団を援護する。攻撃準備にかかれ。ダメです、ハーネス隊長。巨人が来ます。間に合いません。巨人の接近を防げ。攻撃の準備完了まで持ちこたえるぞ。巨人を引きつける。そこの砲台を利用してくれ。本体は本位を脱出できたか。あれは集合の合図だ。演壇の場所へ向かうぞ。獣の巨人が出現しました。間違いありません。あいつは動きが読めず厄介です。先に仕留めましょう。どうした、馬を失ってしまった。このままじゃおとりにもなれず死ぬだけだ。まとめて相手して逃げなくてくれよ。逃げた。
あそこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。前回遭遇した時は火で撃退できた。同じ手で行くか。行く。まとめて相手して。馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。助かった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 。
切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。